皆さんこんにちは。ワークトゥイブの運営者のリチャード・ボンと申します。今回はですね、MO とは M 男性の生態と付き合う方法という題でお話しさせていただきたいと思います。で、まあ、その今回はですね、MO とは、MO っていうのはどんな存在なのかとか、その彼らの生態、そして彼らのとの付き合い方に関する話ですね。まあ、そもそも皆さんちょっと MO のことはまあご存知だと思うんですね。まあ、MO っていうのはそのマゾヒストの男性のことです。はい。で、今はですね、まあ皆さんがその、まあ、MO の存在はまあご存知だと思います。なんですけど、今回のその動画ではですね、まあちょっと今からお話しする、まあ項目に該当する方々のために、ちょっと M 男性のことについて解説します。今項目とかって言ったんですけど、要はどういう方々を対象としているかと言いますと、M 男性というものを知らない方々、もしくは M 男性というものの存在を知らない方々、で、あとはその、M 男性の存在は知っているんですけど、詳細までは知らない方々、もしくはその M 男性については大体知っているんですけど、そんなに詳しくないよという方々ですね。はい、こちらの方々を対象とした動画になります。で、はい、まず定義ですね。MO なんですけど、まあ、これ読み方 M ってアルファベットの M に男と書いて、これ MO と読みます。で、どんな分類の男性かと言いますと、肉体的、精神的苦痛を受けることでですね、まあまあ、もしくはそのような苦痛を受ける場面を想像することで、性的快感を覚える男性のことです。で、まあ、参照としてですね、まあ、ウィキペディア に記載されているマゾヒズムの説明をちょっと紹介します。まあ、まあ、該当する部分を、その概要に当たる部分を読みますと、肉体的、精神的苦痛を与えられたり、羞恥心や屈辱感を誘導されることによって性的快感を味わったり、そのような状況に自分が立たされることを想像することで性的興奮を得る、性的思考の一つのタイプであるって、まあ、こういった記載が載っています。はい、まあ、これが MO ですね。だからマゾヒストの男性というのは、まあ、こういったタイプの男ということを表しています。はい。で、次に MO のタイプですね。で、MO のタイプにはですね、一般的にですね、ちょっと今からお話しするようなタイプが存在すると言われています。ですね、まず、積極的 MO ですね。チャレンジ精神が旺盛で、打たれ強さを持っているタイプの M 男性ですね。こちらのタイプの M 男性は刺激を求めて行動する傾向にあります。で、次は消極的 MO ですね。物事に対する態度が受け身でですね、他人から指示されて動くタイプの M 男性ですね。このタイプの M 男性は、性格が優しくて涙もろい傾向にあります。で、あとはその、構ってほしいだけの非 MO ですね。で、どういうタイプかと言いますと、女性から構ってほしいタイプの男性はこちらに該当するんですね。で、このタイプの男性は多くの場合、受け身なタイプ、まあ、いわゆる草食系男子に見られることが多いんですけど、まあ、実際はその M 男性じゃないんですね。で、どちらかというと、まあ、女性に自分に対する愛情を要求する S 男性とも言えるんですね。まあ、このタイプの男性っていうのは自己中心的な傾向が強いと思われますので、ご注意ください。はい。で、まあ、ちょっと今お話しした M 男性のタイプを見極めてですね、まあ、皆さんにはそのご自身に合った M 男性と友達ですとか恋人付き合いをしていただきたいと思います。はい。でですね、MO との付き合い方ですね。で、まずその友達ですとか恋人の場合ですね、皆さんが適度にその M 男性をいじってあげる、皆さんが M 男性をリードしてあげるのがおすすめです。あ、これちなみに皆さん、このご動画をご視聴の皆さんのお友達ですとか恋人が MO の場合を想定しています。で、はい、まあ、適度にいじったり、まあ、リードしてあげましょう。はい。で、M 男性にはですね、基本的に相手からお願い事をされても、不快感を覚えずに、相手の言う言動に対して寛容なタイプの方々が多いんですね。まあ、なので、M 男性のプライドですとか尊厳を、極端に傷つけることがなければ、彼らは比較的付き合いやすいタイプの人間だと言えるんですね。あと、M 男性の恋人ですね。もし、この動画をご視聴の皆様が、この動画をご視聴の皆様の恋人が M 男性の場合、もしくは、まあ、つまり MO の場合は、性行為をすることもあるかもしれないんですよ。はい。まあ、恋愛が進んでいくと。で、まあ、その場合はですね、ちょっと、ですね、私、まあ、ちょっと性行為の一覧っていう、まあ、コンテンツを作ったことがありまして、そちらの、その M 男性向けの性行為っていう形をご覧いただけると嬉しいです。この動画の概要欄に貼っておきますので、ご参照ください。まあ、そうですね。はい、そちらをご覧ください。はい。で、MO 奴隷ですね。まあ、ちょっと今お話ししたのは、まあ、友達恋人が、まあ、MO の場合ですね。で、こちらの、友達恋人が、まあ、MO の場合って、まあ、ソフト M がほとんどだと思うんですよ。まあ、ソフト M 男性ってどういう男性かというと、まずヒズムの度合いが強くない方々との、とですね。はい。で、ソフト M 男性との付き合い方に関しては、今お話したように、まあ、友達恋人として、まあ、ちょっと適度にいじったり、まあ、リードしてあげるといいよ、みたいな話です。なんですけど、ちょっと MO 奴隷、
つまり皆様の友達ですとか恋人ですとか、まあ、知人の中にそのド M の方がいらっしゃる場合、まあ、つまりハード M 男性ですね、マゾヒズ の度合いが、まあ、強い、もしくは極端に強い方の場合は主従関係を結んであげるのがおすすめです。で、ですね、まあ、皆さんが M 男性を奴隷、おもちゃ、道具として所有するイメージです。で、MO 奴隷のメリット、デメリットについてなんですけど、ちょっとその MO 奴隷のメリット、デメリットについて、その紹介している記事、コンテンツも用意してありますので、そちらも合わせてご参照いただけると嬉しいです。まあ、概要欄に貼っておきます。で、最後にですね、まあ、例えば、実は僕、MO なんだ。実は俺、MO なんだ。まあ、そんな感じでですね、そんな告白は、友達ですとか恋人から聞いたとしても、まあ、この動画をご視聴の皆様は安心だと思います。と言いますのも、ちょっと今の話を理解していただければですね、相手との良好な関係を築くための付き合い方が見えてくるはずなんですね。その相手ってつまり MO の方々との良好な関係を築くための付き合い方が見えてくると思います。で、付き合い方さえ覚えればですね、M 男性はとても接しやすくて、いい交友関係、恋人関係が築けるタイプの人間でもあるんですね。まあ、言い換えるとですね、ちょっと今お話ししたような、まあ、さっきお話ししたような告白を聞いただけでも、皆さんはついてるというふうに考えることもできると思います。はい。このためですね、まあ、ちょっと今お話したことを覚えておいてですね、まあ、頭の片隅に入れておいてですね、まあ、M 男性と一緒にですね、温かな友人関係、恋愛関係を構築していただけると、まあ、私も嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。で、今回の動画もノートの記事を動画にしたものですので、動画の直下の説明欄、つまり概要欄のところにリンク貼っておきますので、そちらを合わせてご参照ください。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。